おお、シャボンディの時とは見違える強さだ。この数日で何があったんだ。手下でこれなら船長はもっと危険なのかね。ここまで。お前にはまだこのステージは早すぎる。早くねえよ。今は一人じゃねえからな。俺の後ろには仲間がいるんだ。まさに満身創痍じゃな。この怪我で海軍大将が相手では分が悪い。加勢させてもらうぞ、ルフィ。ジンベイ、行くぞ。いや、セカンド。遅いね。ルフィ君。お前の爺さんは恩人だが、仕方ねえよな。男一匹、選んだ死の道。あらら、これはまた人脚だ。今度はクロコダイル、お前さんもか。こんなルーキーに加勢するとは、七部会も安くなったもんだね。邪魔ねえな、麦わら。お前は、ワニ。長い牢獄暮らしで体がなまってやがる。必ずしにはちょうどいい相手だ。黙って突っ立って。こんなところで立ち止まらねえ。俺は絶対たどり着く。わしも少しは役に立たせてもらおう。ジンベイ、クロコダイルの加勢を受け、立ち塞がる難敵を撃破したルフィ。ハンコックから手錠の鍵を受け取り、ついにエースのいる処刑台にたどり着いた。エースルフィ。昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしようって。エース！俺も弟も世話になっちゃったな。クソ。逃がすな。危険のエースは火のロギアだぞ。気をつけろ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。引け。ゴムゴムのガソリンだ。兄弟も後ろの一味もここから生きて返せば正義の名折れじゃろうが。
赤犬か。こいつは面倒な奴に好かれちまったもんだ。おいルフィ、お前たちはさっさと逃げろ。いやだ、俺もエースと一緒に戦う。昔から頑固だよなお前は。よなら、こいつら全員ぶっ飛ばして。うん、大宴会エンテー、準備 OK だ。わり、助かった。まだまだ、これだ。よし、みんな準備できてるな。ゴムゴムのガトリング。甘く見てると後悔するわよ。サンダーボルト、エンパー。あたしのことは魔法使いちゃんって呼んでね。よーし、もう弱かった頃の俺じゃねえ。修行の成果を見せてやる。何を言うちょるかわからんがの、どちらにしろ貴様らはここでしまいじゃ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。まとめてわし一人で十分じゃ。大噴火！いてんじゃねえか！これは諦めが悪いんだ！これ食って頑張れ！ウソップ、ありがとう！助かった！準備 OK だ！二刀流、いよい羅生門。ミラージュ。進化しらぬい。悪は根絶やしにせんとの。強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。
進化しやがれ。まとめてわし一人で十分じゃ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガトリング。一刀流、いよい、シッソンソン。お前を倒す三段はつけてきた。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ミラージュ。お前も俺の邪魔をするか。進化しやがれ。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。いけるか。邪魔だ。一刀流、いよい、シッソンソン。俺から行く。それよ。悪い、助かった。舐めないでね。こう見えてな、ミラージュ。お前も俺の邪魔をするか。進化しやがれ。悪は根絶やしにせんとの。大噴火。情けないとこ見せちまったな。お前を倒す三段はつけてきた。それよ。ゾップ、ありがとう。助かった。ミラージュ。進化しやがれ。正義が負けるわけにゃいけんのじゃ。大噴火。こいつ強えな。いや、サード。ゴムゴムのギガントピストル。勝ったつもりか、バカタレが。大噴火。情けないとこ見せちまったね。二刀流、いよい、羅生門。お前を倒す三段はつけてきた。カルボシ。まずいわね。こいつ強いわ。いくわよ、サイクロンテンポ。正義が負けるわけにゃいけんのじゃ。
知りがいがありそうだ。助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとうルフィ、強くなったな。俺はエースの弟だからな。それにみんなにも助けてもらった。よっしゃ、技のキレがも私の予報は海の一流コックは俺強くな。このメモリアでの目的は果たしたわ。もう大丈夫、みんなの力は戻るわ。貴様ら兄弟は絶対に逃がさん。エース、このガキどもが。ルフィ、エースは殺させねえ。どうしてキューブの様子がおかしい。またあの光をまとってる。またあの光なか。余計なことは考えんな。ここを切り抜けることだけに集中しろ。さっきよりも強くなってるのか。そう考えて良さそうだな。これもキューブの影響。でも考える暇はもらえなさそうね。よし、みんな準備できてるな。いや、サード、ゴムゴムのギガントピストル。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。大噴火。情けないとこ見せちまったな。すぐ行くぞ。うっさべガールデンパウダー。まずいわね、こいつ強いわ。ミラージュ。刀がうずく。キキ急凍流アシュラ一無銀。進化しらぬい。うわ、やべえ、意識が。俺が生きることは諦めひかい、バカタレが。きっちり型をつけるとするか。よし、交代だ。そこをどけ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。マスターポイント。ミラージュ。進化しやるよ。悪は根絶やしにせんとの。
流星火山。なるほど。もう大丈夫だ。ごめん、あとはお願い。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。悪は根絶やしにせんとの。よし、行くか。二刀流、いよい。羅生門。俺の毛皮だ！どけろ！あれやった！もう生きることは諦めんかい、バカタレが。大噴火！情けないとこ見せちまったな。みんな無事でよかった。
そうだな。リム、ありがとう。助かった。別に大したことはしてないわ。まあでも無事でよかったわね、ルフィ。みんな帰ろう。しかしマジでヤバかったな。もうダメかと思ったぜ。ロビンちゃんがとっさにみんなをつないでくれなきゃ危なかったな。賭けのようなものだったけど、なんとかなったわね。ありがとな、ロビン。激戦を乗り越え無事に帰還した麦わらの一味。満身創痍の彼らだったが、もう迷いはなかった。そして最強の巨像が再び彼らの前に現れる。次章、終結、麦わらの一味。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし、宴だ。ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。アディオはお前の仲間だろ。仲間？アディオが？わからないけど、もしそうなら嬉しい。リム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ、ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。
いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど戦わずに倒せないかしら。なぜだ？あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か？ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ。友達か。朝飯作ってくれ、サンジ。ありゃ、サンジがいねえ。サンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞ。よし、呼びに行くぞ。アディオの小屋だな。どうしたんだ、フランキー。いや、コーラを作る材料を探してたら、こいつを見つけてな。なんだそのキノコ。でもあんまりうまそうじゃねえな。毒はねえが確かにうまくもねえ。そういやサンジはどこ行った？飯作ってもらおうと思ったのに。このキノコを見た途端飛び出して行っちまった。採取した場所を聞いてたから、こいつの生えてる湖畔の洞窟に行ったんだろうよ。よくわかんねえが面白そうだ。俺たちも行こう。ん？あの洞窟どこにあるんだっけ？忘れたんなら、アディオに聞きゃいいんじゃねえか？すぐそこにいるんだしよ。